ごきげんよう、アイゼン宗介だ。今回はネギトロバゲットを作っていく。今回のレシピは5分で終わる。おい宗介、最近簡単なもんばっかじゃねえか。そう思ったかい？その通りだ。いや、簡単でうまいことに越したことないでしょ。もういい。そうこうしているうちに完成だ。今日の飲み物はこれ、ビッグウェーブ、ハワイのビールだ。この粉ビールは20種類以上も存在する。中でもこのビッグウェーブはとてもフルーティーかつホップの味がダイレクトに伝わる。乗るしかない、このビッグウェーブに。やあナミヤ、それでは一度乾杯しようか。満開。そろそろ潜在級のビールも底をつきそうだ。また何か裏原商店で注文しておこう。そこそこ気に入ったみたいだ。打ち寄せる波のごとくホップの旨味が喉に届く。料理はどうだろう。成功だ。切って乗せるだけ。本当にそれだけだ。4月は出会いの月。もし料理を振る舞う時があればぜひ作ってみてほしいと言いたいところだが、現世は未だにパンデミックの最中だと聞く。手洗いうがいを絶対に忘れないように元気に過ごそう。またよろしく頼む。